温かいご飯に新鮮な卵を乗せた TKG 卵かけご飯。こちらはふわふわ生地のロールケーキ。どちらも殻が青みがかったこの青い卵を使っています。生産しているのは塩尻市北小野の柴田養鶏。鶏たちは鶏舎の中を歩き回ったり砂浴びをしたり、およそ170羽がのびのびと過ごしています。営んでいるのは柴田勝さん。慣れた様子ですが、実は養鶏を始めてまだ3年ほどです。できるだけ自然に近い形にして帰ってあげたかった。鶏がストレスなく過ごし、いい卵を産めるよう試行錯誤の日々です。諏訪市に住む柴田さん、以前は廃棄物処理の会社に勤務するサラリーマンでした。管理職で休みも安定していましたが、次第に組織で働くことに窮屈さを感じるように。コロナっていうのが始まった時に、自分の生き方っていうのを見つめ直してみた時に、やっぱお金を残すっていうことだけがどうしても僕自分がの人生観でなくて。養鶏の道に進むことになったのは、退社する決まる2週間前ぐらいですかね。卵だって、これは本当によく稲妻が走るじゃないんですけど、テレビや知人から見聞きした卵かけご飯の話題に強く惹かれたのがきっかけでした。一から携われる、ひよこから販売まで養鶏ってできるのがこの一つの魅力なんですが、正直人生で初めてぐらい本当にこれやってみたいと思うエネルギーは生きてきた中で一番強かったですね。即行動に移した柴田さん、2021年に退社すると知人の紹介で使われなくなった水田を借り、退職金をはたいて鶏舎を建設。本やインターネットの情報を頼りに、ほぼ独学でひよこを育てます。餌が不十分だとやっぱこうちょっと喧嘩が絶えなかったりとか、亡くなってしまう子がいたりとか、本当に悲しい思いもしながらも、でもそれがやっぱ今となると糧になって、飼育数や餌の質、量を調整しながら飼育して2年、ようやく納得できる卵が取れるようになりました。これが一応多分まだ産んでまだそんなに経ってない青い卵ですね、はい、いい大きさなんで、元気な、一般的な白い卵と比べると一目瞭然、淡い青色をしています。アローカナという品種の卵です。幸せな青い卵っていうのを僕が作って、それを皆さんに提供できたら一番ハッピーかななんて思いまして。残りの鶏の品種はモミジ。こちらは赤い殻の卵です。中身はほぼ同じで、どちらも淡いレモンイエローの黄身に弾力のある白身になっています。こちらの卵を卵かけご飯でいただきたいと思います。卵の香りが本当に濃すぎずに爽やか、卵白、白身の弾力がチュルッとこう、そうですね、そこは本当に卵苦手な人もうちの卵を食べれるっていうお声もある。卵の質を左右するのが餌。柴田さんにはこだわりがあります。
出かけた先は。こんにちは。あ、どうも。餌のもらい来ましたということで。昼の営業を終えた近くの食堂です。こんな感じで、今日もいっぱいです。食べ残しや調理で出た残さを譲ってもらいます。あの捨てるのお忍びないなっていうのもなくなってね、ありがたいっていうのとまずは、であと単純になんかすごいなって。肉や魚など動物性タンパク質が混じる残さは貴重な栄養源。これは米ぬか。さっきのもらってきたのをちょっと少しずつ混ぜて。米ぬかのほか、酒蔵やブルワリーから譲ってもらった酒粕や麦芽も混ぜてオリジナルの発酵飼料を作ります。農家からもらった野菜も餌に。地域で出る不要なものを餌に利用、コスト削減と循環型を実現させています。もう餌ですね。7割8割はもう餌、いい食欲なので言ってる間にどんどんなくなっていって。卵は地元の道の駅などで販売。いや、やっぱ珍しいんで、ちょっと家族が結構卵好きなんで TKG でもうガツッと、まあ、色も初めて見るしちょっと美味しそうだなと思ったんで。各地のイベントにも出かけ販路拡大にもつなげています。大好きでいつも買わせていただくんですけど、自由だし好きなように生活してるのっていいなって。柴田さんの卵を高く評価しているのが松本市の洋菓子店アトリエブレ。こちらのロールケーキに使用しています。卵が主役です。この卵の特徴を生かした商品を作りたいなと思っていろいろ考えてたんですけど、まあ、最終的に一番シンプルなロールケーキ。作っている様子を見せてもらいました。まず卵黄と卵白を分けます。結構卵白のコシが強いので食べづらいんですよ。通常の卵よりもしっかりした卵白だなっていう感じぐらい。卵白に砂糖を加えながら泡立てメレンゲに。持ち上げても動かないほどに泡立てたら卵黄と混ぜます。卵白のコシの強さを生かすため使用する小麦粉は少なめです。型に流してオーブンで15分、ふんわりと焼き上がりました。冷ましてから甘さ控えめの生クリームを広げて巻きます。弾力も楽しんでもらうためおよそ4センチ幅にカット。ではしっかり厚みのあるロールケーキいただきます。ふわふわの口どけです。優しい卵の風合いがふーっと口の中に広がりました。販売は先月からですが定番商品になりそうです。あんなにこう鳥たちが自由に育っている環境っていうのもあまりないのかなと。卵は違うとこういうふうに違うんだよっていうところを分かっていただけると一番いいかなと思います。養鶏を始めて3年、評判が広がりつつある柴田養鶏の卵、青い卵が幸せを運んでくれたのでしょうか。
やっぱり一からやって苦労もした分、その分の喜びだったり、得れるものってあるんで、品質だけは落とさずに、正直終わりはないと思ってるので日々追求。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。